週刊文春、文藝春秋にダブル不倫をスクープされた女優、広末涼子と都内の一つ星レストラン、塩のオーナーシェフ、鳥羽修作氏が6月14日、それぞれの SNS で報道を認めて謝罪。同時に、広末の所属事務所、フラームは、公式サイト上で芸能活動を無期限謹慎処分とすることを発表した。 しかし、6月15日発売の「文春」には、2人が交わしていたという手紙や交換日記の内容が大々的に報じられ、この騒動が収束するのはまだ時間を要しそうだ。そんな中、マスコミ関係者の間では、広末は今後、夫も事務所も失う可能性がある、芸能記者と指摘されているという。 皆さんお楽しみに発言の意味6月8日発売の「文春」によると2人は今年3月広末が飛ばしのレストランを訪れたことをきっかけに急接近6月初旬には都心の高級ホテルで密会しており双方とも周囲に現在のパートナーと別れたいと漏らしているとも伝えられた「文春」記者に不倫の事実を問われた広末さんは完全否定 しかし、本紙発売日の前日、記事の一部がニュースサイト、文春オンラインに掲載されると、フラームが公式サイトに、プライベートなことに関しては、本人に任せていますが、今回の報道を受けて本人に対して責任を持って行動するように厳重注意をしております。 お騒がせせししして申し訳ございませんでした、という謝罪文をアップしたことからネット上で不倫疑惑は黒と認識されるようになったんですそもそも鳥羽氏は「文春」の取材に対し正式に発表できることがあれば連絡するんでちゃんと取ってもらったら嬉しいですけどねと現在のパートナーとの離婚や広末さんとの再婚を匂わせるようなことまで言っていましたし 報道当初から2人はある意味真剣交際と受け止める人は少なくなかったのではそんな中広末の夫であるキャンドルアートの第一人者キャンドル淳氏が6月12日福島県二本松市の龍泉寺で行われた東日本大震災の追悼復興イベントに参加し月命日のキャンドルイベントキャンドルイレブンスを開催 その際、自分自身の家族は今、大変なことになってます。しっかりとこの後、けじめをつけますので、皆さんを楽しみに、と発言したことが話題となった。けじめとは一体何なのか、と世間が騒然となる中、6月14日に、広末さんと鳥羽氏が共にダブル不倫報道を事実と認め、謝罪。 広末さんは、鳥羽様のご家族に悲しい思いをさせてしまったこと、辛い気持ちにさせてしまったことを何よりも申し訳なく思っています、と相手の家族にお詫びの言葉を述べるとともに、3人の子供を含む自身の家族に対しては、膝を突き合わせ直接、ごめんなさい、押しました。 彼らは未熟な母親である私を理解し認めてくれましたとすでに話し合いの場を設け謝罪を済ませたことを報告していますただ広末さんの末の娘はまだ8歳なので果たして不倫についてどこまで理解しているのかは分かりませんが一方当初「文春」に対して正式に発表できることがあれば連絡するんでと豪語していた飛ばしだが 謝罪文では自分の家族には夫として父として本当に愚かな姿を見せました今後家族に対してできる限りの償いをしていきますとしている鳥羽氏は一つ星レストランのオーナーシェフでありながら家庭で作れる簡単で美味しい料理を数多く提案しファンの間では良きパパ良き夫というイメージも強かったダブル不倫報道で 鳥羽氏も大打撃を食らったのは間違いありません償いとは具体的に何なのかはわからないものの果たして現在のパートナーと再構築するつもりなのかそれとも離婚するつもりなのか前どう作装する情報源そんな中「文春」は6月15日発売号で続報を放った 広とと羽氏が愛を伝え合っていた「ラブレター」の内容をすっぱ抜いたのだ同志によると2人は以前から手紙や日記の交換をしていたそうその内容はあまりにも赤裸々で例えば「と羽氏の手紙には結局何が言いたいといえば良子ちゃんがとにかく好きだし愛していてそれしかなくて具体的にどうしたいとかあるようでないしないようである」 とにかく幸せにしたいし一緒になりたいとドストレートな愛の言葉が綴られています一方広末さんの日記にも出会ってくれて会ってくれて会ってくれてくっついてくれて入ってくれて泣かせてくれて気持ちくてくれていつもどんな時もあなたらしくいてくれて退治してくれて本当に本当に。 本当にありがとうと男女関係があったことを匂わせる文言まで書かれている他にも鳥羽氏が広末さんの大好きなところをとにかく美人メロメロ一緒にふざけてくれるなどと列挙する記述があったそうです「ムつゴと、ムつゴと、が世間に公表されたとあって広末と鳥羽氏は現在これ以上ないほどのショックを受けているものとみられるが このリーク元に関しては、マスコミの間でキャンドル・ジュン氏説が浮上しているようだ。2人の手紙や交換日記を入手できるのは誰なのかと考えると、やはり家族以外ありえない。「文春」には、鳥羽氏の奥さんは、夫の裏切りを全く知らなかったという彼の知人の証言が掲載されており、となると、やはりキャンドル・ジュン氏が情報を流した張本人である可能性も否定できません。 お楽しみに発言も今回のスクープの予告だった可能性がありますもし全てがキャンドル巡視の差し金だった場合離婚は免れないのでは広末さんは私自身の家族3人の子供たちに謝罪したことを明かしていますが夫と書いていない点も気になるポイント2人は今回の騒動に関して ちゃんと話し合えているのかと疑問を抱いてしまいます不倫スキャンダルから復活した女優一方週刊誌記者からはフラームと広末の関係も気になるという声が聞こえてくる「文春」には匿名ながら事務所関係者が登場し事務所社長と弁護士 広末と戸橋で何度もオンライン会議をしていますが全くまとまりませんと今回の件に関する内部事情を暴露しているんですそれほど広末さんに対して事務所は怒り浸透ということなのか広末さんにとってみればなぜこんな情報まで文春に流れているのかと不信感を抱くはずですし事務所と決裂してもおかしくない事態と言えるでしょう このままでは無期限謹慎処分の末復帰しないまま退所なんてこともありえますそんな絶対絶命な広末だがかつてダブル不倫スキャンダルに見舞われながらも見事復活を遂げた先輩女優がいる斉藤由紀さんです。彼女は2017年8月「文春」に50代医師とのダブル不倫を報じられ 一度は否定したものの翌月フラッシュ公文社に2人のキス写真と医師が斎藤さんのものと見られるパンティーを頭にかぶる写真をスクープされてしまったこうして斎藤さんは不倫の事実を認めるに至り18年放送の NHK 大河ドラマ「西郷どん》の出演を辞退 しかし現在ではテレビに映画に引っ張りだこで現在放送中の「ドクターチョコレート日本テレビ系」にもレギュラー出演中です広末さんも斉藤さんのようになれればいいのですが彼女の場合やはり夫と復縁したこと事務所の東方芸能が彼女を見捨てなかったことでイメージダウンを食い止めそれが現在の活躍につながっているようにも思います そう考えると、夫も事務所も失いそうな広末さんが斎藤さんルートに乗れるのかというと、非常に厳しいかもしれません。もし今後、広末が飛ばしと再婚を果たした場合、さらなるバッシングに見舞われそうだが、果たして彼女は今、どんな未来を思い描いているのだろうか。